言ってよ、せめて覚えてきてよ。面白い、せめて覚えてきてよ。めちゃくちゃ面白いわそれ。やばいよそれは。じゃあそれはもう流星あげて。意外すぎ。いやおもろ、食べてください。どうぞ。いやおもろいわ。いいんですか。食べる。いただきます。このまま食べる。全然。あ、ちょっとこれ玉ねぎ、これもうね、むけるかも。やってみたいね。うん、むきたい。すげえ、うん、あれ、これ玉ねぎ。あ、燻製だ。それ玉ねぎ。すげえね、香りが。うまい。ちゃんとこんな感じだね。じゃあ一回そっち行けば。どうぞ。OK。山くん。山くんね、これ。ちょっとこの、よいしょ。美味しい。玉ねぎちゃん。玉ねぎちゃん。うまい。玉ねぎちゃん行かせてもらっていい？すごい、玉ねぎ。すげえ。わ、玉ねぎめっちゃうまそう。トロトロや。玉ねぎとく。玉ねぎ。中も買う。買いだけ入れちゃいます。うまい。おいしい。甘っ。甘い。あ、そう。甘い。玉ねぎおいしかった。ここいいね。さあ、うん、もう結構お腹もいっぱいになったということで、最後ちょっとデザート行きたくないですか？食いたい。どうですか？デザート。デザートなんかあるんですか？あります？実は、うん、高級メロンをご用意しております。メロンだ。メロンだ。メロン大。すごい。ということで、そのメロンをかけて、ちょっとしたラスト勝負をしていきたいと思います。え、はい、7人で気持ちよくメロン食べさせてくれへんの？確かに。確かにね。ラスト勝負のご提案なんですけど、こちらで。何ですかこれ。何これ。これ風船爆弾なんですけど。一番苦手やわ、わーい。で、古今東西という。喋ったら回していくと。で、爆発した方が食べれないという。一人だけ食べれない。一人だけ食べれない。食べれない。それもえぐいな。うわぁ。多分2週ぐらいは行くじゃん。うん、で2週ぐらい行ってから急に出なくなるよね。うん、確かに確かに。オッケー。立ち位置、立ち位置でいいんじゃない？あ、立ち位置いいんじゃない？オッケーオッケー。ちょうどいいよ。行きまーす。はい。ベストフレンズガール。ゆっくり。流星。オリオン。JSB ドリーム。サマーマットネス。ラブソング。花火。ちょっと待って待って、意外と無駄だったよ。ハッピーニューワールド、冬物語、ディープインサイド、冬空、フラッフィーウィングス、TTT、 ちょっと待って、オンヨーマーク、ファイターズ、サマーマットです、サマーマットです、ナビソング、あ、待って、サマーマットです、あ、サマーマットです、あー、東京、え、ちょ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 、もう負けない、もう負けだろ、負け負け、もう負けだろ、じゃあもう持ってる意味なかった東京パン最後だ、ガンちゃんがさ、一人目でちょっと悩むっていうあれは何なの、ちょっと尺溜めようかなと。いただきます。いただきます。小見さん、いただきます。サマーマットです、本当に2回言いました。言ったね。俺が言った。わぁ、甘っ、うん、超いい、甘っ。メロンチャレンジしなくて大丈夫？全然大丈夫です。なんでその振り、今日怖かったな。チャレンジ系です、やばい。ずっとそれだったもん。ということでね、今日はサバゲーにバーベキューに盛りだくさんな一日でしたけど、うんうん、なかなか楽しかったですね。楽しかったですね。CL じゃないとなかなかこういうのできないね。うん、そうですね。次、本当だね。次何します？次何しよう。サバゲーやっぱ楽しかったですね。サバゲーもうちょっとさ、その、うん、フィールド変えます。フィールド別会場でやりましょう。やりたいね、うん。外のやつやりたいですね。やりたい。うん、広いところ、うん。確かに。あとはなんだ？ラフティング？川下り。川下り。そういう自然系もいいよね。うん、確かに。まだ自然系みんなでやったりとかしたことなくない？ないですね。やりますか。あとなんだろう？肝試し。わあ、いいね、めっちゃ怖い。うわ、苦手だからね。てか全員苦手じゃん。まあ得意な人は苦手だと思う。マジ無理。でもなんかちょっとロケ面白いですね。おもろいですね、ロケ面白い、うん、久々に外でなんか。確かになんかね、なんか俺あれやりたいんだよな、なんか最新機器対3代目みたいなので、あ、こう今ほらドローンとか今いっぱいあるじゃん、あの GPS とか、はい、あるけど、その鬼から我々は逃げられるかどうか。なるほど、うん、面白そう。面白い。なんかそういうの、まあ、鬼の人たちにいてもらって、うん、でそのドローンを使って俺たちを探す、探したりとか、うん、GPS とかを使ってあるけど何かを勝ち取るっていう僕らで。ああ、いいね、面白そう、うん、なんかそういうのやってみたい。どうか、いいね、お願いします。ちょっとぜひこれは CL でいろいろ実現させていきましょう、3代目、はい、ということで今日は一日、はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。